ゆきの携帯使用税の携帯使用税特別編をお送りしたいと思いますが、えー、何が特別なのかといいますとうんーこれジャジャーンということで、えー、8月に発表になりましたけれどもユ雄、えー、さんから発表になった g 1 t y p e タイプ WX あの史上最強の携帯が 帰ってきた。ま20周年記念モデル実は多分もしかして21年目みたいな話があるんですが、えー、こちらのモデルまだ、えー、ほとんど情報が出ておりませんが、えー、実は今回開発中のモデルをもう特別にお願いにお願いにお願いを重ねて借りてまいりました。えー、このまあ今回これ回収のまモ、あ、ックアップに近い状態のものなんですけども、これ、えー、公のメディアとしては 世界初公開でございます、えー、こんな感じのボディになっておりますが、えー、もう g i s 1といえばですねもう皆さんよくご存知だと思いますけどあの携帯時代にカシオさんが出してらっしゃったモデルですが、えー、折りたたみもねまあ当時防水で折りたたみできないでしょうみたいな折りたたみの防水なんかできないでしょうって言ったのを、まあ、不可能を可能にしたタイプ R とか、まあ、あと折りたたみの最終モデルだったそのえー タイプ X ですね僕も大好きでしたけども、えー、こんなモデルがあって、えーまあ、その後、まあえー、スマートフォンも出たんですけれども、えー、その流れはトルクに流れを受け継がれていたんですが今回、えー、発売から20周年ということで、えー、新たに、えーまあ、今回製品が出ることになりましたというところですね。はい、で、えー、と今回のモデルなんですけどまあこれちょっと残念ながらもう今日これ以上お見せすること、まあ、裏面はちょっと。 お見せできるんですが背面とかが背面であの中のボのタンとかそういうところはちょっと開けたりするのが今できない状態なのでそれ以上はちょっとお見せできないんですがまあボディとしては従来の,ああの GIS1 と同じようないわゆる折りたたみのデザインでまあ非常に持ちやすいサイズ感とでえバッテリーは着脱式 1500mAhIPX5IPX8 の防水 IP5X の防塵対応ということでそれからもちろん えまあタフでございますんでえタフネス形態でございますんで当然ミル・スタンダードはえー対衝撃性能としてちゃんとえ確保しておりますというところでございますがえそれからもう一つえーこの真ん中にあるこの丸いディスプレイですがこれ今何も映ってないんですけど実はなんと真ん中が映るモデルもちょっと 貸して貸して貸して貸しつっ,って無理やり借りてきましたってことでこんな感じになっております。でこれちょっと今これ一応サンプルなんで実際最終的には何か変わるかもしれないんですけど一応こんな感じのものが。 やっぱりコンパスみたいな感じでですね出るのかみたいな感じでですねえこんな感じになっておりますと最終版がどういう形になるかちょっとまだ分かりませんがこういう丸い液晶の中にえーいろんな情報が表示されるということでえ登場いたします。で 4GLT 対応のえとフィーチャーホーンってことになりますけれどもえと w i f i 対応でえまあテザリングの方も使えますし えー、まああのチップセットは実はクアッドコアだったりするんですけれども、えー、ちょっと注目今公にしていただいた範囲のスペックの中でちょっと注目なのはフィーチャーフォンとしてはちょっと異例のラム、えー、2ギガロム16ギガかなという形になっておりますだから結構いろんな機能が多分実際に製品化される時は出てくるんではないのかなということで僕も期待をしております。まあ、このの、ね、バンパーの部分とかね この前のこのジーズワのこの最終版はどうなるかちょっとわかんないですけどもこんな感じの形でデザインがされておりますあの歴代のジーズ1ンのデザインチームが担当した。 製品ででございますんで、えーまあであの製造は、ね、あの今回は京セラさんが担当ということになりますけれどもすで、えー、に au でも、えー、予約を受け付けております僕も当然あのこっちの僕はグリーンの方を予約しましたけれども是非、えー、皆さんもご興味のある方はですね、えー、特設サイトもございますのでそちらを見ていただいて、えー、ご予約を検討していただけるといいのかなということで一緒に是非、えー、史上最強の携帯の道へ進みたいと思います。お楽しみに 好好好